光の君が隠し持った母性本能はすごい伝説みたい例え具体化せて野獣溶かしてああ何年も恋の暗さを味わったって不思議なくらい人はまた恋に落ちて運命のいたずらでいつも殺して少女の尻尾流れ狂われらの不自由を、愛の神殿に見せられて、迷い込む恋の乱に。